はい、毎度おなじみルローの番組ウフフ動画のお時間がやってまいりました。今週のお相手は私旦那めとなめこくんです。イエーイ。なんと8月3日にアニメなめこ世界の友達のイメージソング、その名もなめこ世界の友達が発売されることが決定しました。夏休みの宿題を華麗に解決するということで、先週は段ボールガチャを作りましたが、今週は何をすればいいんですか？創作ダンスです。創作ダンス創作ダンス、創作ダンスを踊ると。創作ダンスはこの際やめておいて、このなめこ世界の友達のダンスを踊ってしまおうということで、なめこくんに来ていただきました。よろしくお願いします。とはいえ私もなめこくんもダンスはあまり得意ではありませんので、ちょっと今日はね特訓の様子を、皆様にお届けしたいと思います。完成形は見せなくても大丈夫？大丈夫です。それはイベントで見てください。皆さんイベントがあるの？なるほど。なんと8月7日に日曜日にイオンモール津田沼でなめこくんのステージイベントがあるということですよ皆さん。しかもですね、そちらにはなめこくん役の福原遥さんも出演していただけるということで、遥ちゃんと共演するのめっちゃ羨ましいね。俺も出たかったな。じゃあ早速なめこ世界の友達のダンス特訓するぞ。おー、鏡の方見たらいいですよね。なめこ踊ってるじゃんと。旦那めさより上手いですよなめこの方が。あ、できた。てってれでん。ああ、逆。パパ。あ、全部右からです。全部右。全部右からです。全部右から、オッケー。斜め覚えた。相棒ペロン、こいつも一緒。右。右、左。右。あ、違う。私の名は宇宙なめこ。この星を征服しに来た。こんな行為じゃなかったです。見るからもうやめた。よし、じゃあなめこくん、なめこ世界の友達ダンストックの成果を見せてやるぞ。おー、行きます。ポチ。ねえねえねえなめこ。青い帽子が目印、なめこは森の案内人、相棒ペロといつも一緒、パパ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 、ぬるぬるなめこ、シスコなめこ先輩、ハートにドキュンとラブなめこ、飾り取りまくロボなめこ、ルーパンパパパぬるぬるなめこ、シーコートがあったとしても、周りにはほらたくさんの友達がいる。はい、ペロコなめこの森の中、みんなが笑い笑わないように、みかんな山かせてウフフフキコキサー、みんながいけこんで、なかなか気に伝えたい、こんなに素敵な場所、世界に一つだけ。それパパパパパパミリミリなめこ、香りまた飲むなめこ、なめこオラーニゴ、
な。おめよしか純金なのか。おここは覚えてるわ。あの時出会ったなにと、これからどんな出来事が待ってるのか。でなにと森の中今が肩僕たちユニバーサルじゃん。いい好きさ、それパパパンパパパルルルルなめこ。私の名は宇宙なめこ。すぐこれやっちゃう。そう。楽しすぎるからもうやめた。頭の中が崩れた。まっすぐなめこできる気になる。できるほんで、なかなか立ち伝えたい。もう素敵な場所、世界に一つだけ。それパパパパパパ、ぐるぐるなめこ。世界のなめこ。全部出たよ。イエーイ。いやー、ななこさんなかなかやるじゃない。俺もパーフェクトだ。パーフェクト、パーフェクトで完璧ね。これで8月7日のイベントもバッチリだね。ねえ、俺も客席から応援するよ。アニメなめこ世界の友達のイメージソング、その名もなめこ世界の友達の PV、DVD 付きの CD は8月3日に発売となります。で、そのダンスレッスンイベントが8月7日日曜日、イオンモール津田沼でなめこくん役の福原遥ちゃんも交えて、みんなで一緒に踊りたいと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。というわけで、創作ダンス教室、創作ダンスの宿題はなめこ世界の友達を踊るということで、よろしいでしょうか。 OK です。 OK、 いただきました。これで夏休みの宿題もようやく2つが終わったということで、また来週どんなことをするのか、動画でお楽しみいただければと思います。というわけで、お相手は私ダンボールなめことなめこくんでした。ではまた来週、バイバーイ。